ホタテの稚貝を育てている網走の能取湖で稚貝およそ1億8000万粒が死んでいたことが分かりました。被害は7億円に上るとみられています。網走市によりますと、先月23日能取湖で湖の氷が溶けたため秋に沈めた養殖カゴを確認したところ、ホタテの稚貝が死んでいるのが見つかりました。死んだ稚貝は計画していた生産量の9割にあたるおよそ1億8000万粒で、被害想定額はおよそ7億円に上ります。市と漁協は昨日対策本部を設置し、今後の対応について協議しました。まずは兵士をしているホタテを挙げて、それの処理の仕方、これをまずは第一に考えなければいけないと思っています。そして漁家の経営の安定、そして今後の対策、この3つをですね、関係機関とよく協議して速やかに対策を講じていきたいと、こう考えています。今のところ稚貝が死んだ原因は分かっていませんが、網走水産試験場は病死の可能性は低いと話しています。稚貝はオホーツクの紋別や江差しなどで放流され、水揚げされる予定のもので、3、4年後の水揚げ量に大きな影響が出るとみられます。